I-15I-15I-15 はソ連のポリカールポフ設計局が開発しソ連赤色空軍などで運用された単発服用戦闘機。戦艦機から第二次世界大戦の初期にかけて老能赤軍の主力戦闘機を務めた I-15 ビス戦艦機のソ連戦闘機は初の国内設計機である I-1 以来ポリカールポフの設計した戦闘機であり 本機もポリカールポフの設計であった。原型は1932年に開発が始められた TSKB-3 で1933年に初飛行した。本機の大きな特徴となっているのがその翼系で、上翼は左右が分割して胴体に取り付けられたガル翼で前方視界が大きく取られていた。また、下は汎用ではかないものの上、 翼よりかなり小さく、翼間支柱も I 字型の一長間と洗練されていた。この結果、最高速度はやや低かったが、旋回性能は第一級であった。舞台配備は1934年末から開始された。1937年から改良型の I-15 ビスの生産に切り替わる。改良点は主翼上翼を 通常のパラソル型とし、対地攻撃用武装の追加、発動機の出力強化であった。これにより、最高速度の向上と、軽攻撃機としての運用が可能となった。スペイン内戦、ノモンハン事変をはじめとして、独ソ戦初期まで用いられたが、スペイン内戦では、CR-32 相手に、I-16 では、旋回性能が劣ったため、初戦では劣勢に立たされた。 そのためソ連は I-16 の改良型ではなく、I-15 の改良型 I-15 テルを開発することとなる。日本においては、ノモンハン事変で日本の戦闘機にかなわなかったために、I-153 が開発されたとする間違った説があるフふしたが、実際には、ノモンハン事変よりも前に、I-153 は開発され、事変での戦闘にも投入されている。 こうして一線級からは外されたが、独組戦開始時も、かなりの数が、舞台配置されており、主に軽攻撃機として使用された。I-153 メンズ。ありがとうございます。